なるほど、なるほど。番号は72。ちょっと待ってください。あの、あの、ごめんなさい。えーと、えーと、見えなくなってる。うーちょ、おうち,、えー、ちょ、銀行の番号は62で。ああ、ああ、銀行の番号は52で。ああ、あー <laughs> あ、ああ。気がつくと私は縄で体を縛られていた。目の前の、目の前には、 数人の人のようなものが立っていた。全員が私の顔を見ていた。全員が私の体を見ていた。全員が私の指を見ていた。やがて一人がなたのようなものを取り出し、私の指に押し当てた。指は意外なほどあっさりと切り離された。うげー身もだえする私を押さえつけて、人のようなものは何か言った。そして次の指を切り落とし始めた。一本ずつ何かを確かめるように。四本目あたりで目には血が入り、何も見えなくなった。 それでも指先の痛みは止まらず、増え続かればかりだった。もう何本目になったのか、しばらくすると、腹部に激しい痛みが走った。その次には、腹に何かが侵入してくる感覚。そして何かが引きずり出される感覚。グロいなぁ。その気持ち悪さ。もうその頃には何も考える余裕はなく、気持ち悪さだけが私の世界だった。涙で目に入った血が流れて、うっすらと目を開けた。人のようなものが私の中身で体を洗っていた。増物で 狂っている。こんな、狂っている。狂っているのはあなたの方でございましょう。なんでなんえ、え、わ、わいわいわいえ、え、え。え、つきちゃんが犯人なの月子ちゃんいたよ入ってきてたよあの隙間に。どういうことなぁ。箱の数なのかこれ。外に5個あったよね。箱5個あったさ、外に。で、手は、 指は10指は20本あります2525 25か外に12で12今までの数の箱の数ええわ分かんない25パーリラパーリラパーリラ <laughs> わわわ指人の指らしきものが6つ入ってる誰のだろうも,もしかしてどうしてここに 開くんかい、ロッカー。ロッカー開いたわ。え、六個指六個指六で、箱、箱が、箱が、箱が2個、箱2個、箱2個。62、62?62 62回パーリラパーリラパーリラえ、じゃ、え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 、ろ、十五、五、5 5ぐらい、65ぐらい。開いたで。 あっち側の3つを足したら空いたで。なんだこれ。少女は金庫の中でマッチ棒を見つけました。燃やせるマッチ棒拾いました。うわ、うわえキモい。えええ,えでかくねちょ待って、えおおなにかったあ,あ、頼みます。あ違う恨みます。恨みます。あの男だけは。 私から村を人生を奪ったあの男だけはだ大丈夫ないクリアしたうわっまただあ帰れない進むしかないんですまたこの空間だよあおはこかおやどうしたんだね気分でも悪いのかいまた <laughs> アップテンポなアップテンポでもないか ドラキツネにでもつままれたような顔をして一体どうしたんですかあはは嫌だな私が言ったことをまだ気にしてるのかい冗談ですってあなただの冗談そう冗談だよどの箱に誰が入ってるかなんてもう私には分かりませんよ作るのにだいぶ時間がかかってしまったから中身はもう腐ってるんだろうなそうそうただ箱を作るのにも飽きてしまったから途中からちょっと趣向を変えてみたんですよ 私のことを覚えてない子がいてね、昔あったときはまだほんの子供だったから仕方がないが、あの日、真っ先に村から逃げた家族のものですよ。君が村のお偉いさんを斬り殺した日。ん切り殺したのって、お兄さんじゃなかったっけ誠次郎さんっていう方がなんか、前作で親父を斬り殺した気がするんだけど、それいや全、切り殺したのは誠二郎じゃなかったっけ 私の家が滅んだ日箱が壊れこれ過去の話私の村が壊れてしまった日あ,あ君の妹さんの命日だったかあれはかわいそうだったなあなたがもっと利口であればあんなことにはならなかったかもしれませんねあはあは死んだのは妹だけに限った話ではないがねそんな日に村を捨てて真っ先に逃げ出した家族の子ですそれをどうしたか聞きたいですかとても面白い戯れだったよ聞きたいんですかおや聞きたそうだね 言いたいのか、そんなに。わあ。言いたいだけだろ、それ絶対。これは倒れてるよ。あ、でも無事です。今のは幻覚だろうかそれとも幽霊。幽霊なんて信じてないけど、あの赤い女は。やったー、生き残った。生き延びた。なるほどね。なるほどね。指まだ入ってる指まだ入ってるんですね。帰る。月行こ 箱だらけの部屋から戻った少女は月子がいないことに気がつきました。彼女はどこにいたのでしょう。少女にまた不安が襲ってきます。10歳だよ、私。10歳よ。10歳なのに。セーブができる。セーブと。オッケー。ふぅ、箱ちゃんと5個あったえ、待て待て待て。箱ちゃんと5個あったごめん、あくそ。4もないの気にはなれない。 それに臭いし。あん中に5個あったやばい、箱の数は結構じゃあ当てずっぽだったのか、俺は。てっきり合計かと思ったけど、4個あったね、左側に。箱はうまく燃えません。なぜだか燃えないってさ、燃えたっていいんですよ。火薬散弾柱の火薬を。ダメかね。おおっとおっとこっちだそうでしょう。 おっと開けてる開けてるよ道がなんでかいかかってて開けられませんなんでやなに覚見てんの俺開けたおっととととっとっとっとどこに何もないどこに何もないすごっあちょ話しかければよかった <laughs> 消えちゃった消えちゃったわ話しかける前にちょっと周りをうろうちょろしようと思ったのに消えてしまった 棚、えー、の上に何かを出してるのが見えますが少女の手には届きません足場があれば届きそうだけど危ないからイい,い面倒だ月きこ子きこやい、えー、少女は机の上に小さな紙が置いてあるのに気がつきましたんなんかこの部屋見たことあるかなこんな部屋あったっけどっかで見たことあるような資源には部屋の間取り図のようなものが乱雑に書かれているこれに何の意味か この黒いところに何かあったりすんの落書きされた紙片を手に拾いました。まぁ、あ、ちょっと探してこようか。その穴に何かあるんでしょあの黒い点のところに。どこか全くわからんが。どこだっけなぁ。なんかああいう地形、部屋を見た覚えがあるような、ないような気がします。熊太たりいらっしゃい。これではないよな。これではない。 どこ,こだっけなどっかにあった気がするがここかうがここじゃんこれ <laughs> ここじゃんまあ、ちゃまあ、ちゃんなんかドクドクいってるキモいうやはははぬとととははぬへな何何を言ってるんだふくふいぬほすまふわぬくわにはぬふわ 何書いてんのあ、少女は地面にポツンと鍵が落ちてるのを見つけました。薬品室の鍵。このシェはもういらないから捨ててもいいだろう。はい。オッケー帰ります。帰ります。母国語。母国語。母国語じゃないが、これが左側のやつか。じゃあセーブします。あの、いつ死ぬかわかんないんでセーブしましょう。ゲームオーバーが存在することを知ってしまったからには、セーブせざるを得ないんだぜ。

後ろから来たオッケーオッケー <laughs> <laughs> あそんな嘘だろう巻いたのに反転したのにダメかえ、どこだ上かとりあえず上行ってみるか上行ける <laughs> 行けるとこいっぱいありすぎっすよあっあびっくりしたイベント来たかと思ったちょま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 ー <laughs> うーん 隠れる隠れるる下かな下か下のさっきのなんかドクドクしてる部屋に行こうか。あそこだったらなんか怖がって入ってこないんじゃないあいつ。もうず、ずいぶん怖い。<laughs> 跡形もねえ。え下の左か下の左。なすげえ全パターンを試してる。最後の最後に行き着くパターンが今回は。 うん、あ、いけたいけたああここかわかんねえよ見られてたと思うが大丈夫あ<っ> <laughs> <laughs> ごめんなさいあの決定機を押したら出ちゃったあそうなん <laughs> ごめん出ちゃったわあ、そうなの押しちゃダメだったん 押しちゃった。押してしもった。ぷんプン。完璧。完璧よ。見られてない、見られてない、今回。オッケー、オッケー。オッケー。押さなければ大丈夫。だね、だね。大丈夫かなオッケー、オッケー。帰った、帰った。 ずっと母ハ入ハってるよ。もういいの出るよ。あ、いいんかい。なんだなんだ。な、なんか。え、えこれ俺の死体か僕の死体がいっぱいある立ちいらっしゃい。うわーなんだこれ。箱。私は箱を作らなければなりませぬ。 村の呪いを、箱の呪いを終わらせるには、すべての箱、すべてを箱に収めるしかないのです。なんだろう、この村では箱が大ブームなの野崎くんじゃん。乗るんですか、その箱に。この村の苦しさ、吐く息の、えー、苦しさ、えー、体の圧迫感、私の心はもう憂鬱、恐怖と喪失感に耐えられません。あ、修一郎様。何より、ああ、愛しい修一郎様。ほら、前作であのお父さんを切り刻んだという。 あのこの体には救う私の呪いをお解きください。私の過去を殺してください。やっぱ前作の話してる。やっとくべきだったんだ、前作。クリアして間もないから私は覚えているよ、すべてを。おっと。オッケーこれでいいのか。オッケー、悪人数の鍵を使った。やっとこれだぜ、えー。カストリー雑誌の切れ端が落ちている。 えー、読みますかはい悲惨な殺人事件の起きた山奥の謎の村我々は独自の調査によりこの村の正体の断片をおぼろげながらもつかむことができた調べによるとこの村は一つの信仰により統治されておりそれは村人にとって癒不の対象でもあったようだどうやら村人たちは箱と巫女を信仰しその巫女は箱を刺激する役割を持つらしい 一見して、つきもの筋を思い,か思い出すような話だが、なぜ箱なのか、箱とは一体何なのか、事件との関連性は不明である。ここから先破れている。巫女と箱なんだろう、陰を踏んだってことなのかな巫女箱なんだなんだ、ラップ